ヒーロー選手の登場です。放送席、そしてタイガースファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、西勇輝投手、それから木浪聖也選手です。まずは西勇輝投手に伺います。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。2安打完封、そして2塁を踏ませないというピッチングでしたが、今日のピッチング振り返ってどうですか？そうですね、坂本とね、いつも通り本当に話し合って、自分たちの形ができたし、本当清志郎がね、最後まで引っ張ってくれたおかげでこういう長いイニングを投げることができたし、みんなの守備もいいリズムで行くことができて、本当に9回マウンドで上がってる時、本当に歓声がすごくてちょっと泣きそうになりました。勝ったな。今日のマウンド上がる前、どんな思いで上がったんでしょうか？そうですね、本当に前半からみんなに、なんですかね、失敗ばっかりして迷惑かけて、なんかチームにすごく足を引っ張ってる自分がいましたし、まあ、ファンもこういう時期まで本当に優勝のこの体感というか、その自分が体験してない雰囲気を感じることができない1ヶ月半があって、それを悔しい思いをしながら、結果でしか本当にこの世界って示すことはできないですし、自分が1ヶ月半仲間やいろんなサポートがあって、周りの方々のおかげで、またこうやってマウンドに上がることができて、たくさんの方々にたくさんの応援をしていただいて、本当に感謝の気持ちいっぱいです。ありがとうございます。そしてなんと今日は、今季最短の2時間6分というゲームでした。この7年生ね、先発が1人でも多くの中に戻るということは、練習前からみんなに話しましたし、まあ、この 7年生の頭をしっかり投げることができて良かったです。ありがとうございます。振り返りますと、2回、3回は先頭ランナーを出すことになりましたが、その後しっかりとダブルプレーで打ち取りました。そのあたり、西投手振り返ってどうですか？皆さんの、ね、リズムが良かったので本当に助かってます。はい、今お隣にいる木浪選手がしっかりと守ってくれてのダブルプレーだったと思います。そうですね、本当に木浪はいつも試合中に、ね、声かけてくれて、ロッカーのところでも本当に気さくに声かけてくれて、なんかこうマウンドでもロッカーでも変わらない姿が本当にたまらん惜しいです。はい、これを聞いて木浪選手いかがでしょうか？嬉しいです。2回、ワンアウトランナー1塁3塁で打席が回ってきました。あの打席、どんな思いで入りましたか？いや、もう初球行くって決めてたんで、思い切り打った結果、まあ、甲子園だったんで、まあ、十分かなと思いました。はい、西勇輝投手の後ろで守っていて、バックから見ていてどうでしたか？いや、本当にテンポもいいですし、本当に守りやすいので、まあ、今日も、西さんを助けられる守備できてよかったです。
これで今日も勝って、アレへのマジックナンバーは現時点で4となりました。この歓声聞いていかがでしょうか。いや、最後までこの歓声でお願いします。チームは9月に入ってこれで負けなしの9連勝。チームの雰囲気どうですか。いや、もう本当にみんな試合に入っていますし、すごいいい雰囲気で生きているので、まあ、このまま行きたいと思います。明日、明後日も試合がありますが、チケットはもう前売りで完売ということです。明日、明後日も満員が予想されます。木南選手、このファンの歓声というのはプレーしていてどうですか。いや、最近、まあ、あれに近づいてすごい鳥肌立ってるので、まあ、あと少し鳥肌立つような応援よろしくお願いします。では明日に向かって一言ずつお願いします。明日も絶対勝ちます。よろしくお願いします。石投手お願いします。明日からもたくさんの応援をしていただき、チームにいい雰囲気を持ってきてください。Come on!